で今回の、まあ、さっきのと少しダブりますけども、まず想定が低かったということと、緊急電源を海側に設置したということと、実は今日本で起こったこの原発の事故は1970年代に全く同じ事故をシミュレーションして、つまり電源が全部飛んだ時にどうすべきかというのが出てたんですよ。でそれを日本はそんなこと言ったらね、その水星がぶつかったり隕石がぶつかったりしたらそんなもう対応できないわということで無視したんです。しかしね、隕石が落ちたらどうしようもないよというふうなことで済みますか。だってね、風力発電で水、ね、隕石が落ちたって構わないし、それこそ火力発電だってね、それは周りに燃えますけどね、別にどうってことない。だけどテロが起こったら、飛行機が墜落したら、隕石が墜落したら、それはどうしようもない、そんな極端な話はどうしようもないというふうなことを許してきたこと、そのものがおかしいですよ。今後も原子力に安全はありますか、ありませんか。ありえないですね。で30年前 の警告を無視したということ、それから事故直後にですね、アメリカの技術協力があったんですけども、断ったというよりも、まあまあちょっと待ってください、今情報が混乱してますのでということで、まあ、断った。でアメリカは非常に東電に対して不信感を持ってます。というのは柏崎の時も情報を教えてくれても出さなかったんですよ。でこれまでたくさんの隠蔽があったの知ってます。今から8年前ですけども、東電は政府からの命令で全部ストップさせられた。いろんな亀裂の問題とかですね、いろんなものがあったので、一回全部止めて点検し直せということで全部を止めたんですよ。でもその時に覚えておられると思いますけどね、停電はなかったんです。ということは実はですね、原発がないと停電は避けられないというのは実は嘘なんです。今どうですか。止まりは停電しませんよ。でここにも北電 のデータがあります。実は北電もですね、原発なくてもやれるんです。北電というか北海道の人もね、原発ないと困るやんと思ってるかもしれませんけどね、実はここにも詳しいデータありますけど、これは北電の多分サイトに出てると思いますけど、ね、これまでの最大の消費量の時は、最大の消費量の時はですね、原発を抜くとですね、ごくわずか足りないんです。最大のね、まあ高校野球やってるとか、真夏 の暑い日とかいうようなことで、最大の時の記録がですね、 原発なし、まあ、ちょっとこれデータこっち落とせなかったので見せてきませんけども、ごくわずか足りないです。ということはちょっと電気足りないからみんな気をつけてくださいねって言ったら確実にいけると思うんですよ。だからね、実はどこともそうなんです。原発がないと停電になるよっていうのはほぼ嘘です。こんな状況なんです。でおそらく夏もね、 25% 削減せんといかんというふうになってますけども、多分ならないと思います。でもう一つの問題は、日本はですね、 50Hz と 60Hz が2つあるということなんですね。これはドイツの技術で作ったということですね、イギリスの技術で作ったということで、それぞれ勝手にやってきたことはものすごく大きなものですよ。これはもうこの際全部やり直すのはいくらだと思うんですけどね、こんな国ないですからね、世界に。だからものすごくおかしな仕組みになっているんです。で世界でこれもないっていうのはね、実は世界で北電は北海道だけ、四国電力は四国だけ、九電は九州だけ、そんなないんですよ世界。電気は全部つながってるんです。でみんなで何て言うかな、都合し合えるわけです。でおまけにですね、ちょっと専門的な話になりますけども、知っておいてほしいんですね。例えば A 社は原発だけでやってる、で B 社はもう自然光だけでやってる、でその代わりちょっと高いですよとかね、そういうことがあったらですね、私はちょっと高くてもいいからそのグリーン電力を契約するっていうのはアメリカではできるんです、ドイツで。そして今みたいにエコ意識が上がってくるとですね、みんながこっち契約するから、結果として原発企業は契約が取れない、だから原発をやめますよとなってきたんです、世界は。ところが日本はですね、そういうことはできない、北電しか契約ができない。
これは世界でもないルールなんです。これを護送船団、船団方式、国が全部利益を守ってくれてるわけですよ。そして家やったら電気止めるでというのにちゃうんです。これは本当にその独裁国家というか独占企業を国として擁護しているという非常に珍しいケースですね。それから使用済みの核燃料を、まあ、大量に保管をしているということと保管場所がないということ、これが今度6カ所問題に結びつくわけですね。今はどうするかというと温度が冷えるまで3年かかるわけです。これね、温度が冷えて3年かかって、温度が冷えたら今度あのフランスに持って行って、でそこでまたボックス燃料にして、でそれでまた輸入するというふうなやり方をしてるわけですね。でもそれ いつまでもできる、まあ、こんな状態なんですね。今回の事故を避ける方法はいくつもあった。まず電源は海側に置かないこと、そして電源が流れたとしても至急緊急電源を取り寄せること、合わせて本工事ですね、高圧鉄塔からの本工事を最優先すること、そして炉が壊れるかもしれないけども放射能が出る前に水をかけること、それでもダメな場合は海水を注入すること、それをすればですね事故は全部避けられた。そして弁当はですね、電力を復帰できないできないということで弁当あの半日も遅らせてしまったっていうのも弁当は手動でやればよかった。だからまあ簡単に言うと大きなミスは7つありますね。致命的なミス、